思い出の積みプラレ流集。山勝、TM コレクション、バラゴン。時は、第二次世界大戦末期の1945年、永遠の命を持つ不死身の兵士を作るため、ナチスによってフランケンシュタインの心臓が日本の広島に運ばれるが、アメリカが広島に落とした原爆によって失われたかに見えた。15年後の1960年、広島にて、飼われていた犬やウサギが食い殺される事件が発生。そんな中、放射線医学研究所の研究員である望遠博士と、助手の戸上は、放射能に耐性があるという謎の不老児を保護するが、急速な成長を遂げた後、逃げ出して行方不明になってしまう。彼がフランケンシュタインと分かった望遠博士らは、保護を画策するも、度重なる状況の悪化に伴い、彼が殺されることもやむなしと決断。研究者の河内が弱点の目にダメージを与えるため照明弾を投げるも、そこに現れたのは、地底怪獣バラゴンだった。絶体絶命、その時、望遠博士らを救うため、フランケンシュタインがバラゴンの前に立ちふさがった。あ、海外版だ。バラゴンは、1965年の東宝映画、フランケンシュタイン対バラゴンに登場する地底怪獣なのでおます。地底怪獣と書いてバラゴンと読むのがミソ。身長25メートル、体重250トン。当時のゴジラの半分しかない小柄な体躯ながら、その小ささこそがこの怪獣の肝とも言え。例えば、ゴジラなら、小さな人間などスルーしそうなのに対し、バラゴンは小さいので、取って食われそうな恐怖感があるのでございます。何それ怖い。実際、人を食う描写こそないものの、確実に人や家畜を食べているわけでして、地底を移動し、目撃者はすべてバラゴンに食べられたために、その存在が確認されず、フランケンシュタインが悪者になるのに人役買っているのよ。参ったね。劇中では、秋田油田に出現して以降は南下し、日本アルプスに到達してあちこちへ悪さをしていたところ、フランケンシュタインをおびき出そうとしていた望遠博士一行らの前に出現。ごちになりますとばかりに一行を襲ったのですよ。参ったね。そこへ、保護者であった彼らを慕うフランケンシュタインが立ちはだかって、戦いが始まったのでしたとさ。バラゴンは体当たりや熱戦で応戦するも、長きにわたる戦いの末、首の骨を折られて絶命してしまうのですよ。あいたたたー。そうだそうだ、クリームソーダ。そもそも、フランケンシュタイン対バラゴンという作品は、東宝と、アメリカのベネディクトプロが制作した日米合作の映画なのでして、フランケンシュタイン対ゴジラと題した脚本をもとに、ゴジラの部分を、新怪獣であるバラゴンに変更して制作されたのよん。ゴジラが登場しなかった点については、当時、ゴジラ映画が明るい作風に方針を転換している最中で、イメージを悪くするのを避けたという説や、単にゴジラの登用が難しかったためというのが理由として挙げられ、新怪獣としてのバラゴンには、ポストゴジラとしてのイメージを反映するようオファーがあったのでございます。映画も興行的に成功し、翌年には姉妹作である、フランケンシュタインの怪獣、サンダタイガイラが公開され、こちらも、日本のみならず海外でも人気を博したのですよ。どっちかっていうと、巨人が人を食うイメージはこちらの影響が大きかったりした問題。そうだっけ？そのような経緯のため、東方怪獣としては、とんがってた頃のゴジラのイメージを受け継ぐ王道の怪獣と言われ、特撮ファンにはかなりの人気のある怪獣なんどすえ。それを裏付けるように、映画の公開から半世紀以上経った今でも新作のフィギュアが発売される人気ぶり。反面、フランケンシュタインの造形物は少ないのだよね。まあ、最近なら、進撃の巨人のフィギュアで代用できるのでもう満体なのでございやす。そんなん、ありかよー。先達から伝え聞くところによるとだね。暗い映画館内でのバラゴンはかなり不気味で、恐怖を誘う存在だったらしいのだけど、その着ぐるみがつぶらやプロに貸し出され、バラゴンからパゴス、パゴスからネロンガ、ネロンガからマグラー、マグラーからガボラに改造され、さらに、アトラクション用のネロンガにされた後、ゴジラシリーズ第9作、怪獣総進撃にてバラゴンに戻されたという特異な経緯は、特撮ファンから特別視され、かつては、これを知らない奴はモグリとまで言われたのだよ、これほんと。着ぐるみを布で覆った上で回収するという工程を取ったため、度重なる回収にも耐えることができたのだけど、つぶらやプロでの土砂回りが長かったもんで、怪獣総進撃での撮影には間に合わず、活躍シーンはゴロザウルスに取られちまったもんざいもん。その着ぐるみは通常のものより軽量だったとも言われ、釣り、すなわち、ワイヤーアクションで着ぐるみを振り回すことも可能で、このアクションスタイルは、後のテレビ映画、ウルトラマンでの戦闘シーンの基礎パターンとなったりした問題。いずれにしても、巨大なヒーローが怪獣と戦うというスタイルは、この作品がパイオニアでして、後発の作品は、すべて、この作品を踏襲していると言っても過言ではないのでございます。その、通り。ちなみに、バラゴンを倒した後、
フランケンシュタインが地割れに飲み込まれるオリジナル版。大ダコが出現する海外版。フランケンシュタインとバラゴンが同時に地割れに飲み込まれるバージョンなどがあると言われているのよ。わけわかめ。ぶっちゃけ、半世紀に及ぶ検証と考察、それに後付けが入り混じり、当時のスタッフの多くが亡くなる中、どれが本当なのかわからないという、カオスな状況になっちまってるのですよ、こんちくしょう。最初のオリジナル版は劇場公開時のやつで問題ないとして、大ダコが出現する海外版と呼ばれるものは、DVD 発売時のブックレットには、海外公開版もオリジナル版と同じ結末であり、大ダコ出現版の初公開は、日本でのテレビ放映時であると説明されているのだよ。そのことはスタッフも知らなかったという記載もあったりした問題。こいつは参った。どっから来たよそんな話と、多くの特撮マニアが天を仰いだ。キングコング対ゴジラの大ダコが海外で受けたもんで、海外用に撮影されたなんつう、今までの考察は何だったのかと嘆くもの。反面、こんなの嘘っぱちだと、持論を信じる者の二派に分かれ、ネットで地味に構想中なのでございやす。少なくとも、究極超人Rの頃は、あ、海外版だ。なんて言ってたはずなのよ。ですよねー。まあ、あれよね。特撮ファンなんぞ、もう絶滅危惧種ですしね。彼らの部屋はキモいですよ。ガンプラが部屋中に配置された部屋と、怪獣のフィギュアが満載された部屋のどっちがキモいか考えてごらんなぜ。夜中にね、シルエットが怖い怪獣の部屋の方が数倍怖いのは間違いねえ。最近、グリッドマンのアニメ見ました？新庄茜の部屋、もろあんな感じなのですよん。暗く汚い部屋で、アルミ線で骨組み組んでね。そこからちまちま、ファンドあたりを持ってディテールをつけていくのだよん。そいつはちょっと、きついわー。フランケンシュタインとバラゴンが、当時に地割れに飲み込まれるバージョンは、スタッフがそんなシーンは撮ってないってんで、一旦収束したかに見えたのだけど、ネットで他のスタッフが、そんなのも撮ったとかいう書き込みがあったりしてわけわからん状況なのだよね。90年代頃だっけかね、どこぞの映画館でそんなのを見たというのを俺も聞いたことがございやす。まあね、起きながら夢見てる連中のたわごとなんざ、これっぽっちも当てにできないのでござんすよ。はい。そんなもん、わかるかーい。時は1980年代、かつて、第二次特撮ブームの最中に育った世代が成人を迎える中で、東方特撮にもリバイバルブームが起きた。1984年には劇場にゴジラが復活し、特撮怪獣映画が再び脚光を浴びようとしていた。そんな中、駄菓子屋のブロマイドなどでおなじみの山勝さんから、DM コレクションと銘打って、ゴジラ、バラゴン、メカゴジラの箱スケールキットが発売される。バンダイさんも、特撮コレクションという特撮ヒーローや怪獣がメインのインジェクションキットを展開。ガレージキット市場も、怪獣や特撮ヒーローもので賑わい、特撮ものの人気は不動かと思われていた。はずだがな。DM コレクションとは、1980年代に山勝さんから発売された箱スケールのプラモデルなのでおます。値段はなんと300円。釣り目のゴジラ、モッサイバラゴン、ガニ股のメカゴジラの3体が発売され、当時のガキンチョの定番としては、砂場に埋めたり、銀玉鉄砲の的にするのが定番の楽しみ方だったりした問題。そうかそうか、よかったね。なんといっても安さが魅力。300円で怪獣のプラモが買えるたー、怪獣好きにはありがたい存在だったのですよ。これ本当。しかしながら、必ずしも良いとは言えない出来でして。そもそも、山勝さんが1983年に発売した。怪獣のソフビ人形の原型を流用してるとか言われているのよ。わけわかめ。怪獣のソフビ人形を見れば、ポーズが同じなのがわかります。特別珍しくもない代物なので、今でもヤフオクとかで2000円くらいで売ってますね。気になるのなら見てちょんまげ。バラゴンのキットは、四つ足形態ではなく、戦闘時の二足歩行形態で再現。三体の中では一番出来の良いキットだったのですよ。まあ、良いという表現を使えばね。首や肩、足の付け根、手首や足首。尻尾の付け根などが稼働するのだけれどもね。関節の軸が細く、肩や足の付け根などはうまいこと調整しないとすぐ折れたり、へたったりするパティーン。当時的には、関節を固定して作るのが定番。当時のプラモデルは、飾るよりも遊びに用いるものだったのでね、壊れたら修理するのは当然の行為なのですよ。まあ、接着剤がない時はランナーを燃やして、焼きパテとして接着剤の代わりにするのが当時流。麦球を仕込んで、角を黄色く光らせて遊ぶやつもいたけども、なんかもう、原型がわからなくなるほど痛みがひどくなったら、壊れたプラモ同士を合体させたり、花火で燃やして頭をクラクラさせたりした問題。なんだかなぁ。何せ安いんでね、特撮好きのモデラーさんなんかは、このキットをベースにネロンガやガボラ、パゴスなんかにして楽しんだなんて話も聞くね。今じゃ、
何それと言われるかもしれんけど、当時はそんな連中が大勢いたのでございやす。ひょっとしたら、君んちの父ちゃんもそんなだったかもしれないぜ。あれから30年以上が経過し、盤石と思われていた特撮業界も風前の灯火。部屋中に怪獣のフィギュアと、特撮関連のビデオがずらりと並び、天井には、丸いのマットアローを吊り下げていた熱い男たちはどこへ行ってしまったのん。ただただひたむきに、怪獣のフィギュアなんざ削ってたら幸せだった日々は、一体、どこへ行ってしまったのか。こんな世も末な時期が、モデラーさんには少なからずあったわけなのだけどもね。今じゃ、部屋の中はガンプラでいっぱい。だって、ガンプラしかお店に売ってないからね。中古屋でも、最近じゃ、特撮のプラモは見かけなくなって久しい。でもね、まあ、なんだ。昔はそんなんなくても、粘土を掘って怪獣なんかを作ってね。学校や公園に放置するやつは多かったもんで、次の日に行くと、どこぞの誰かが作った芸術作品がだね、狛犬みてえに置いてあったものでござりませう。モルダー、あなた疲れているのよ。次回のキットは、これだ。